お疲れチャンネルスラットです。今日ですね、こちらの面白そうなデッキ、やっていきたいと思います。はい、ということで。で、まあ、グラチャル12勝されてたデッキなんですけども、まあ、なんかミラー入ってて、まあ、ロケット、インフェとかもうほんとすごい、中身がすごいんですけど、まあ、僕の好きなね、メガナイトというのはミラーあるのと、まあ、ロケットミラー戦える、インフェミラーとか、なんか今いろんなミラーでね、まあ、戦えるのがちょっとおもろそうだなと思い、はい、今日はこれでやっていきたいと思います。さあ、ということで、よろしゅう。で、なんかね、カード回すのがすごい大変です。なんか手札に、もうミラー、ロケット、矢の飴、メガナイトとか来て、もうカード回しでね、矢の飴とか使わないといけないような、まあ、デッキではあるんですけど、まあ、それこそね、大型とか、重力引いたら、まあ、インフェ2回とか、あとはね、まあ、バルーンとかにもね、まあ、ロケット打って、まあ、もう一回ロケットで削ったりだとか、まあ、なんか戦いをやっぱね、この、まあ、鏡、ミラーがあれば広がるので、そこでね、なんかまあ、気合でね、やっていけたらなと思います。さあ、アチャック生きえて、痛い。ナイト、LSP、クロスかな、これは。よく言うのが走れる。あー、うまいな。さあ、で、クロスか。クロスに対して、まあ、アーチャーだったらね、やらめさせるんですけど、まあ、最近で言うと本当に、アチャクイとかなんで、俺はロケット今ですね。まあこれは遅れてても出した方がいい気がします。あ、でもめっちゃ来ますね。これナイトを回んのかな？いやでも、インフェが強い。さあこれは、ユニット足してもいい気がしますね。いやーでもいい受けだ。さあ、これはアチャクイ多分遅れて5が来るんですよね。ユーノ追加行きたいっすね。いや、結構入るよ。いや、結構入るよ。相手が、いや、これ入るんじゃね？ういーさ、ノックバックされても、打ってくやつ。いや、元気な人来ました。ナイスー！なんか、スパーキーとかも、今のユーノもなんですけど、なんか、打つモード、走るモード入りました。発射するモード入りました。ウッドでノックバックして、結構下がっても、なんか、そっから打つので、要注意ですよね、マジで。なんか、えっていう。ああ、おいおいおい、ずれとるやないかい。さあ、これは、おっと。あなた、インフェの位置、ずれてますよ、言うて。さあ、あとは、まあ、僕、ロケがあるので、ここクロス、いきます。ピュッ。ういで止めて、いや、ういうまい。ナイス。さあ、さあ、これには、相手も、ゴブリンスタンプ。ほれいで、まあ、多分、端前、ずっと、なんか警戒しとけば、相手のクロスはもう通んないので、よいしょ。さあ、こうなったらもう勝ちみたいなとこ、ありそうだけど、やばい、メガネてるコストが、足りない。さあ、地味にね、インフェも、活躍していって、あとはまあ、ロケットで、最悪守れるし、もう一回ロケットでね、削るんで、打ち上げ花火でもね、さあ、しときましょうか。もう一発。ヒュー。さあ、まあ、クロス、どうなんだろうな。まあ、なんか、このデッキ自体、攻めカードっていう攻めカードはないので、まあ、ユーノぶっ刺す、アチャクイぶっ刺すぐらいしかほんと通らなくて、まあ、最悪ロケット削り、まあ、みたいな感じになるので、まあ、できるだけやっぱ 1-0 でちょっとね、勝っていきたいかなと思います。まあ、なんか、インフェ、アチャクイ、矢の目があるので、ラバとかにはね、結構強そうで、陸もま、言ったら受けが多い方だと思うので、インフェ、ユーノ、スケアミかける2みたいな。まあまあまあ、幅広くね。で、こういうアチャクイには、ロケットドーンですけど、いや、言うのがもう一回走るんじゃないこいつ。さあ、いやー、クエイクロイフグアチャクイですね。流行りの大テンプレです。で、これはね、どうだろう。メガナイトで豚踏めるんですよ。まあでも、セパられるとちょっと厄介。まあ、インフェは腐る。まあ、アチャクイはまあ悪くはないかなっていう感じかな。で、ヤナメもね、いるっていう。まあでも、メガナイト、ケツして、逆性ロイフグ来て、もう一回メガナイトは、結構熱い気はしますね。あー、そっちの方か。で、マジで、暇なんので、これ。あんまメガナイト先出しちゃうとね、やばいので。まあ、矢の飴をね、カード回しで使っていってかな。あ、そう、これは、
誰がどう見ても美味しいやつ。さあ来た。で、ここでもう一枚ぐらい追加したいんですよね。なんか、うまいと真ん中に1コス集められて、もう一回1コスでキングキドとかもされちゃうんですよ。そう。これはもう逆サイスケルトン部隊がね、結構いい味出してて、さあ、チルット使うと、右サイドがね、さあ、めっちゃ、てかメグナイトの範囲が貫通してる。熱っ。そこもダメージちょっとこじりにね、いきます。ウッド使ったんでね。よいしょ。さあ、着衣ぶっ刺し。いやー、着衣だな。まあ、単純に、壊れですよねっていう。いや、お願い。クエク来ないでの祈りのスケブ。お願い。あぶねえ。多分5コス。いや、でも5コスよりはもうちょっとコスありそうでしたけどね。うん。まあ、なんかこういうクエク系はでも、意外と厄介かもしれないですね。インフェがね、使うところがむずい。でも、あとあれも、ね、ロケット打って、ミラー回ってきたらケツメガして、まあ、逆サイ来たらみたいな感じで、まあ、メガネと何体も出してあげたいですね。いや、来る。いや、でもこれ、誰がどう見ても、美味しいやつ2周目、続きました。まあ、ロイホクね、やっぱ固めると、ダメージ出るんですけど、これメガネと持ちにはね、多分両サイド、セパレートした方がいいですね。で、暇なので、まあ、やらめで削って、まあ、僕はもう無理する必要ないんでね。うん。そういうのとか出して、インフェでも置いて、インフェも意外と守れるんちゃう？なんなら、もう一本立てちゃう。さあ。でも最後はロケットでも打っていきましょうか。おいえい。まあ、ロケットの使い道がな、結構重要になってきそうですね。困ったら防衛のロケット。で、削れそういなかったら攻めのロケット削り。まあ、ロケットロケットですよね。なので、まあ、攻めで使うかボール使うのか、それとも使わないのかっていうのをちょっと判断していきたいかなと。はい。まあ、ぶっちゃけなんかこういうデッキでもね、戦えるならもう、な、圧着いれば本当に何でも成立するよねっていうのはね、わかりますよね、本当に。うん。インフェとかスケでとかでもそうそうそうね。圧着いで、頑張ってやらめで、みたいな。ラブとかね。まあ、とりあえず、打っとくか。やべえ、危ねえ。今、ディグアをロケット処理したかったな。しようとしてた俺がいたな、今。さあ、うまいな、テスラ。まあ、バルーンが薄めの、まあ、ディガー削りでしょうね。ウォールブレーカーか、まあ、高回転の普通にディガー小盛りやりゴブ。まあ、それもウォールブレーカー入ってくるのかな。まあまあまあ、落ち着いてね。アイスウィッザ？え、待って、マジでわかんない。本当にごめん。何に謝ってんの、俺。え、バルーンなのか、じゃあ。薄めの？いや、もう、アイスイズ・バルキリー・テスラってさ、もうクロスなんですよ。誰がどう見ても何を言おうとクロスなんですけど、今回に限っては、もうね、違うんですよ。いや、これ、ヤクザメガナイト。で、真ん中寄せられて、あー、ロイジャイディガー。いやー、しかもコウモリ。俺の12メガネとボコボコにされてる。いや、でもインフェは、多分相手ね、アイビスだったらライトだと思うんですよ。そう、ライトニングだと思うので、まあ、打たれるかもしれないんですけど、打たなきゃ突破されないので、ね、まあ、その間に他のカードもカバーしながらすれば、まあまあまあ、俺の攻めが通んねえよな。ただそんな感じです。本当に。まあ、ロイジェイっていうのがもう分かったら、まあでかいです。さあ、トルネ使っていく。まあ、遅延ロイ。さあ、ここは止めてくる。いや、このアイスイズのダメージ、まあ地味に嫌ですよね。俺、テスラさ、ロケット打ちたくなっちゃうんだよな。ライトニングが、圧着に来んのかな？いや、俺ライトニング打ちて、俺が打ちて。さあ、まあ、後ろから、いや、これ、マジで突破口がわかんねえな。まあ、ライトニング打つしかない。まあ、打ってこない。で、まあ、トルネードあるんだよ、これ。いやー、いい受けだ。硬っ。これさては、一生守って、ロケ削りはワンチャンあるんですけど、相手が、結構ね、
なんて言うんだろう、その削りがあるんですよ。ディガーがある。てか待ってよ、ワンチャンライティングライトがないかな。いやーこれマジででかい、ガチででかくて、もう撃てるんですよ。もうこれは俺削りにマジででかい、ガチででかい。もう一発ぐらいロケットしたいぐらい。うん、でまあコウモリ来るんでしょどうせ。あ、ポイズンか。まあまあ、ロイここで溶けるの熱くて、なんならメガライト飛べる。いやーまあまあまあ、俺もこれロケ削りで勝ちます。そうっすね、逆サイとかポイズンだったわ今。でかポイズンだったんで、高めアーチェクで生きるのと、もうほんと、メガライ、あ、インフィだ、インフィが最強になるので、僕はまあ無理に攻めない、無理に攻めない。てかもうロケット打っとけばいいみたいな、そんな感じですね。ロケット打って、あとはステイみたいな。いやー、これもう一回落ちて、いや、ポイズン。打っちゃう。うん。よしよしよし。でもカード回しして、マジでインフェあれば止まるんすよ。で、逆で歩かして、問題は、このコウモリがね、ちょっと怖い。あとディガーですね。このディガーのダメージが、まあ、ロケット撃ってく。で、これ、止まるかな次の。いや、このテスラも美味しいです。いや、もう一発撃っちゃう。いや、撃たんでいいな。撃たんでいいな。もう一回次でいい。いや、撃てる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 。撃たんでいい。撃たんで、撃ってく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 。頑張れ、頑張れ、頑張れ。やばいやばい。いやー、オッケー。耐えて耐えて。危ない危ない危ない。お願い、耐えて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 。ロケットロケットマブズマブズマブズいる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 マブズいる、いらんな。インフィ置いて守って、あーよき、いやポイズンならでけー、マジでガチで救われたっすね。さあということで、まあこのデッキのね、まあ弱点というか、まあ結構こうきつい部分が最終的な削りというか攻めだと思うんですけども、まあ通らないんでね、あんだけ相手がこう鉄壁だと、まあそれよりはこうロケットで勝っていきましょうと。さあナイスロケミラーでしたね。ちなみにロケットミラーはね、まあ、これグラチャレだと、まあ、446の掛け2なんで、まあ、900ぐらい、900は出そうですね。そのマルチとかだとね、多分一発ほんと500、3、40ぐらい多分あるんですよね、ロケットって。で、掛ける2なんで、まあ、1100出るか出ないかぐらい。そう。ロケットミラーで出るんですよ。1100ってやばいですよね。タワー1000もあったらさ、普通、まだ1000あるからってこう、戦うじゃないですか。で、ロケット撃たれて、いや、よし、次のロケットまでまだいけんな。と思ってたら、もう一発来て終わるっていう。1100がスプル圏内ってね、化け物なんでね、ロケミラーは。あー、これは、ロイだったら、まあ、戦いようがある。で、スケラだったら、泣いていいですね。まあ、どっちかはわかんないですね。まあ、流行りのスケキン、ボスキザッピーの、もうね、これが今大流行なんですよ。まあ、ロイジャイかスケラかみたいな。まあ、ほんとどっちでもよくて、まあ、墓石スケキンがね、強いですよっていう。で、今回はインドラなんで、まあ、多分スケラだと思いますね。辛い方ですね。まあ、何が辛いかっていうと、まあ、相手のスペルが、まあ、山雨が多分あるんで、僕のこのスケラの受けがね、きついんですよ。あー、来ましたね。さあ、バルキリー、スケキン。高回転ヤナメ5か、まあ、ヤナメフリーズもありますね。まあ、ロケットなんで、スケラの受けがきついよねっていう。これ、バルキリーもスケキンも咲いたら、これ相手、まあ、墓石ザッピーで守ろうとしてんのかな、これ。どうやって守るんだろう。あー、そうっすかね。まあ、墓石ザッピー強いっすからね、結局。まあまあ。アーチャクイがでもこれ相手、きつそうだけどな。うちのメガナイターは無能だけど。あー、フリーズ型でしたね。スキルが使えなかったの。あ、これ U の入る。でかい。さあ、まあ、問題は普通に渋いので。まあ、でもフリーズならばな、ちょっといいのかな。どうだろう。まあ、暇なんで溶かします。まあ、防衛やな、め、マジで必須ぐらいで残しとかないと、ちょっと怖い気もします。あと、まあ、インフェが意外と頑張ってくれそうですね。暇なんでね、もうロケ撃っちゃいます。ガチの暇人。で、内側目に置いとくと、まあ、今みたいなね、巻き込みラッキーがあります。まあ、スケキンとかザッピーとかでね、意外と無駄にされちゃうんですけどね、インフェも。
さあもうロケ削りで勝つまであるな、ガチで。でこれはちょっと怖かったらもうロケで破壊で、フリーズ打たれてからまあなんかスケブかぶせとかでいいかな。矢斜め来たらもうしゃあなし、まあ矢斜めフリーズですね。でまあ僕はマジでロケット削りでしか多分通らないんですよ本当に。最近ねこういう鉄壁デッキがね多いんですよね。そう、墓石がちょっと強くて、まあこれは防衛やすかね、遅れて。よいしょ、で頑張ってもらってロケット温存できたので、まあロケを打っていきたい。で内側もう一個くらい内側にしたかったな、ザッピに当たるんですよ。さあ消える、あいつはもうこっち側にね攻めたいっぽいので、まあ、こっち側ね早めに止めてあげて、さあさあさあ、まあ、インドラこれやばいっすね、普通に。でもさあ、いやなめ耐える、インフェ耐える、まあ、一旦耐えてね。待って、やべえ、ロケ外してる。いやロケット外すはなかなかの失態。もう一回打ってもいいけどな。もったいないこれ。ロケット外しでも関係なかったよな。まあスケラーの受けがねちょっと大変でしたねこれは。さあということで、まあロケミラーがただ強かったねっていう印象ありましたね。あとは着衣がまあ優秀かなと。まあこのデッキ多分使いたい人いないと思うんで、まあ別におすすめもしませんけど、まあまたこういうデッキもね、はい、やっていけたらなと思います。ではお疲れちゃんでした。またね。